はい。それでは、地学基礎の授業を始めていきたいと思います。で、本日は、地質年代ね、うん。あの、あの頃恐竜がいたとかね。あの頃アンモナイトがいたとかね。まあそういったあたりを見ていくんですが、でもあの頃って言って覚えてる人多分今いないと思いますが、まあそれはいいとしてね。うん、突っ込んだイヤボですよっていうところですけれども。でね、まず注意しなくてはいけないのは、少し前の 共通テストの前身、センター試験値ですと、今、もうタイトルとして出ております、センカンブリア時代ね、うん。要するにそう、カンブリア期より前の時代ですよとね。ここのところっていうのは、ほとんどテストで出なかったんです。だけど、今そんなこと全然ありませんのでね。かなり、込み入った知識を求めてくることもありますから、まずはこのセンカンブリア時代ね。こっから舐めずにしっかりと行きたいと思いますので、しっかりついてきてくださいなと。 全然覚えてないんですがという。ああ、でも大丈夫ですよ。やっぱり、カンブリア期以降ね。いわゆる、県政代。そこら辺と比べたら、そんなにいっぱいいっぱい覚えることがあるわけでも何でもありませんから。でもそれでも今言ったとおりで、テストでは出ますので、結構お得です、実は、うん。ということでそやっていきましょうか、お得なと思うね。はい、というわけですまず、先カンブリア時代最初の区分が、 冥王代ね。というわけでそう。46から40億年前。またまたね、すげえ昔じゃないですかっていう話になりますけれども。これはそう。この46億よというね。この年代にピンと来てほしいところですけれども、そうです。地球が誕生したその瞬間からが冥王代ですよというところね。っていうことでそう。 まずは、何はともあれそう。微惑星が集まりに集まってみたいな感じで、地球が誕生しましたとね。で、それでもって、できた頃の地球って、どんなだったかと言ったら、今とは全然違う姿ですね。はい、マグマオーシャン。まあ、オーシャンって海のことですから、まあ、まさしくそう。もちろんイメージ図ですよ。写真残ってるわけないですからね。イメージ図なんですけれども、こんな感じで、 マグマに覆われていたわけですねという。まあそこら辺をしっかりと分かっておいてくださいなというところです。まあというわけなので、そう。私、地質時代って言いましたね、さっきね。と言ってスタートしたんですけれども、まだ残念なことに、個体の地球表面とはないですとね。なんか地質とは名前ばかりじゃないですかという、おっしゃる通りですと。 いうことになるわけなんですが、で、それでもって、本当にそう、地質、ちゃんと地球表面を覆う岩石ね。地面がある時代というのが次の姿勢代ね。まあ、太古代とも呼ばれますが、これは別にどっちでも構いません。どっちでも構いませんし、まあ、共通テストの場合には、どっちを覚えていた人も不利にならないように、まずこうやって平気してあるよという、そんなところです。で、そう、40から25億年前ということになりますけれども、も 結構この辺からは、いろんなことが起こってきます。うん、まあもちろんね、あの、幻覚生物。これの中にあの、視野のバクテリアね。これも含まれてはいるんですけれども、まあとっても原始的な生物ね。まあ、生物勉強している人はわかると思いますけれども、要するにそう、角膜に包まれた、 核がない生物ね。まあ、こういうものが、こんな昔にもうすでに出現していたんですよという。まあ、そこのところをしっかりと分かっておいてくださいなというところです。で、あとはね、そう。さっき、あの、こんなじゃ地質時代とかとわけわかんないじゃないですかっていうところだったんですが、そうではなくて今度は、ちゃんと岩石が出来上がりましたということに注意してください。 で、そう。具体的に何なんですかというと、39億6千万年前のヘンマね。ああ、あとでそう、プレートテクトニクスとかそこら辺でさらに詳しく見ることになるんですけれども、これだけ昔でも陸地であれば未だにそう存在しているのですよという、まあそんなあたりもちょっと気をつけておいてもらえるといいなという話になります。 で、それからそう。マグマオーシャンじゃありませんよ。ちゃんと海水のある海洋のことね。これが誕生したよというのもこの時代ですよと。いと。で、それでもってなんでそんなことわかるんですかというと、まあこれもまたおいおい見ることにはなりますが、海の中で形成された枕状溶岩ね、うん。そう。水の中に堆積すると、 溶岩って独特のそうまさしく枕のような形を取ることになりますからね。まあこれが発見されていることから、そう、海の中でできた枕状溶岩があるということは当然海があったわけよねという、まあそういう推測が働きましたよと言い当たりです。そうそう。えっ、ー、と、こんな感じでね。今、陸地になってますけれども、残っているものがありますよというところです。で、それからそう。 いよいよね、生物の話に入ってきますけれども、最古の化石ね。これは何かと言いますと、はい。そうなんですね。これね、難しいとこなんですけれども、本当に生物いたのってどのぐらいかなんですかっていう話になりますが、なんか38億年前とかそのぐらいには、いたんではないかと言われているんですけれども、 ちゃんと化石として証拠があるのは、大体そう、35億年ほど前ですよという。まあそこはしっかりと分かっておいてくださいなというところです。もうちょっと後にもまたその話をすることになりますが、要するにね、この時代の生物というのは、あまり硬い殻がなかったので、残りづらかったのですよという。まあそういうところもありますので、ご注意をというところです。で、そうです。 もちろん、原核生物ね。ま、深核生物はもうちょっと待ってくださいなということになりますからね。まあ、これの化石とされています。で、そしてそう。シアノバクテリアね。要するに植物の祖先に相当します。で、そう。だいぶ時代的には下りまして、27から25億年前ね。に出現しまして。で、もちろん大きなポイントとしては、 誰が何と言おうと、混合性を行うね。これによって、いずれ地球の環境を激変させていくわけなんですが実はな。そうそう。こんな感じに見えますよ。あもちろん、幻想のものも、この、原生のものも、このシアノバクテリアっていうのはいますので、まあ、ぜひぜひね、あの、何か機会があったら観察してもらえたらなというところではありますけれどもね。で、そしてそう。 まだまだ続く戦艦ブリア時代ですけれども。で、次がそう。原生代ということで、25億から5億4100万年前ということで、まあまさしくそう。県生代、一番最初のカンブリア期に入る前のところですよという話になりまして。うん。いよいよ来た。 もちろん我々もこの仲間ですけれども、深核生物ね。これが出現し、さらに、今までね、なんだかんだと言ったって、単細胞生物しかいなかったんですよ。だけれども、多細胞生物というやつが出現したではないですかという。まあ、そんな値に気をつけておいてください。で、あと、それからそう。 さっき現れたよとね、いうところまでやりましたけれども、そのシアノバクテリアね、これがますます反映していきましたというところ。で、それでもってそう。シアノバクテリアといえば何と言っても、光合成ですよ、そして酸素ですよという話になりますけれども、ストロマトライトね。こんなものがね、だから原生のものもちゃんとあります、これも。 形成されて、で、それともって盛んに光合成を行い、その結果として、海中にもね、そしていずれは大気中にも酸素が増えていくことになるのですよという、そんなところです。で、そしてそう、酸素が増えた結果として、島上鉄鉱層ということになりますが、これはそう、増加した酸素と海中の鉄イオンね、 こういうものが結びついて海底に堆積したものですよというところです。でなぁ、そうなんです。何せ鉄が酸化されてますからね。結構あんな感じで真っ赤っかに見えますよという。まあそんなあたりもしっかりと分かっておいてくださいねということになります。で、そしてそして。で、そう。 さっき囲った深刻生物ね。あ、この年代もね、地味によく出てきますので。19億年前ね。かなり歴史長いんですよ、深刻生物というのも。で、それからそう。さらに進化して多細胞生物へということになりますけれども。これもそう。なんとこの間5億年ね、たった5億年とかでて怒られますけれども、 14億年前ね。この頃にはそう。多細胞の進化生物ね。あと、原核生物ってはみんな単細胞ですので、ということにも注意しておいてください。で、そして、まあそう。先カンブリア時代の末期ということになりますけれども、全球凍結ね。うん。まあ、英語で言えばその、スノーボールアースということになりますけれども、 はい。これももちろんイメージ図ですけれども、すごいんですよ。あの、極付近が凍ってるのは、それはもういつの時代もほとんど間違いなくそうですよね。なんですけれども、この赤道付近まで含めて、文字通り全部凍ってしまいましたという、こんなとんでもない現象が起こりました。で、それでもってそう。 ここのところで注意しなくてはいけないのは、こんな氷ついてるんですから、生き残れる生物ってごくごくわずかしかいないじゃないですか。ね。ということで、太陽の絶滅が起こってしまいます。だけど、絶滅起こって終わりだったら、今の私たちだっていないんですよというね。話になってきまして、今までとはちょっと違うタイプの生物ね。 これがたくさん現れまして、で、そしてまた多様な進化を遂げていきますよということで、エディアから生物群ね。うん、まあ、こんなのが誕生しましたよということで、そうなんです。まさしくね。5億5千万年前ということで、現世代の最後の最後の方です。 で、そしてな、これももう新しいタイプの生物ではあるんですよ。この全球凍結より前と比べるとね。ただし、じゃあ今いる生物と似ているかっていうと、なかなかそうでもないです。まずそう、硬いからがないです。柔らかいですとね。で、あとそれからそう、扁平ですとね。で、あとさらに、大きいですよとね。 いう話になりまして。まあそう。化石として残ってるのはこんな感じになりますけれども。なんかね、これでこうあの、ひらひらと海の中を待っていたんだろうというふうに考えられますけれども。ちょっと今の生物、まあクラゲとか似てないこともないですけれども、やっぱりなんか違いますよねという。 まあそんな感じの生き物がたくさん出てきたのがこの現世代の末の頃だったわけですよというところです。えー、ということで、戦艦ブリア時代について語ってまいりましたけれども、そうなんです。今言った通りで時代区分をしっかりとね。で、あとそれから現代の生物に至るまでのどんなものがどういう段階で現れたのかというね、そこら辺をきっちり押さえておかないと、ただ単純に 正しい数値を選ぶ問題とかね。そういうところでどん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 失点していってしまいますので、まあぜひぜひね、しっかりと覚えていってくださいね、というところです。じゃあ、そんなあたりで、次回はいよいよお楽しみね。県政代ね。カンブリア期から現代までね、駆け抜けていきたいと思います。じゃあ、そんなあたりで本日お疲れ様でございました。 はい。本日の授業、いかがでしたでしょうかあ,あ、面白いな、わかったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様、さようなら。